はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのオールドレンズの中で非常に人気が高くて希少性も高いレンズになりますね。パッと見、ズミクロンの第一世代8枚玉にすごく酷似していてですね、性能も匹敵すると言われているこちらはですね、ズマロンの 35mm の F2.8 ですね。はい。まあ、ズマロンのですね、単語のニッパチなんていうふうにもですね、呼ばれているレンズなんですけれども、この個体がですね、シリアルが1679413ですので、これが1959年のドイツ製ズマロン 35mm ということなんですね。このズマロンの 35mm は、1958年から製造されておりまして、59年製のこの個体はだいぶ初期の頃ですね、初期のロットということが言えるんですけれども、この初期のロットの特徴として、このコーティングですね、レンズの前玉のコーティングがパープルですね、ちょっと紫色のコーティングが施されているわけですね。パープルズマロンというふうに呼ばれて、希少性も高く写りもいいということで、非常に人気の高いバリエーションとなっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてくださいませ。はい、では外観から見ていきます。あとですね、この個体なんですけど、この、バリエーションなんですけども、ここの後ろのですね、 M マウントのこの部分にちっちゃい芋ネジがついているんですね。はい、この芋ネジを緩めて、こう表のネジを緩めると L マウントに変わるというですね、 LM 両用タイプとなっております。これも初期ロットのですね、特徴となっているわけですね。 LM 両用のズマロン 35mmF2.8 ということになります。はい、では外観から見ていきますね。ご覧いただいてます通りですね、うっすらと、こうすれみたいなのは見えますけれども、目につく大きな当たりへこみとか、こうこすった跡とかですね、こういうローレットの摩耗などは見られない状態ですね。こうフロントから見てもどっかにぶつけたり強くこすったりとかですね、落下した跡などは見受けられない綺麗な状態です。よく見られるこの指掛け部分のですね、先端のあたりなども見られないですね。はい、ご覧の通り大変綺麗な状態ですね。備品といって差し支えない状態だと思います。はい、外観につきましてはこの動画と画像もたくさん掲載してますので、客観的にもご確認をお願いいたします。はい、絞りの動きも、軽快で滑らかですね。はい、油の乗りとかこの羽の痛みなどもないですね。はい、レンズはご覧の通り前玉後玉ともに擦れ傷引っかき傷、コーティングの剥離とかですね、摩耗などご覧の通りなくて非常に綺麗ですね。はい、中玉にも曇りカビバルサム切れとか全く見られずに大変綺麗な状態をキープしている個体です。こうライトに透かしてみてもですね、曇りとか見れずに非常に綺麗な状態と言っていいですね。チリホコリも目視で確認できませんので、非常に綺麗な状態キープしている個体と言っていいですね。でもって、撮影にご視聴いただいて、画質に影響のあるような箇所は全くないと言っていいと思います。あとはピントのヘリコイドもこういっぱいまでですね、一定のトルクで滑らかに動いております。動きムラとかですね、グリキス切れなどは全く感じられないですね。で、この無限ロックもですね、パチッと非常に気持ちよく効いてますね。ご覧の通りです。こうですね。はい、付属品がこちらのリアキャップ、フロントキャップと、こちらのセットでお届けいたします。もちろんこのまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態のズマロン 35mm
F2.8 の個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。整備後のお届けをさせていただきます。はい、ということで、はい、非常にですね希少な個体バリエーションとなっておりますズマロンの 35mmF2.8 の初期玉ですね。シリアルが1679413の1959年製造の個体となっております。このパープルのコーティングがかかった LM 療養タイプの、はい、バリエーションとなっております。はい、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。